はいこんにちは大竹誠です今日は5月28日火曜日、えー、今日のパートナーははいこんにちは小島慶子ですはい私の横にはこんにちは文化オースアナンス砂山慶太郎です、えー、そして火曜日ははい武田佐哲です、うん、よろしくお願いしますしお願いしますスタジオに入るのが慶太郎君が一番遅くてギリギリ,ギリ,とギリ,ギリに珍しい,、ね、珍,しい珍しいパターンでー何があったんですか いやちょっとあの原稿の確認を。<laughs> そうですね。はい。慌ただしい感じが。なんで自分がいるときはなんかすごい。<laughs> 大きく出ますね。<laughs> 大きく出ますよ、えー、もう私はもう1分,ぐらい 1> 1分半前ぐらいに何をしゃべろうかな優雅にな感じが何を喋ろうかなぐらいな感じでいたけど、はい、目の前をケータルク君が慌ただしく過ごしていくのを見て、はい、なんか優雅な気持ちっえー、と まあ今日の天気ですけど俺いつもあの車で来てて、まあ、車の時間が余裕を見てくるんでまあ、ちょっと、まあ 10, まあ、10分ぐらい余る時があるんですけどそんな時は公園の横にちょっと止めたりして10分ぼーっとしたりするんですけども今日の天気はなんかこうちょっと湿気が大きくて多くてなんか。 風もなんかちょっと生暖か高くて場所によっては線状降,降水帯が生まれたりして、うん、みたいなこともニュースで知ってたからあれですねなんかこの天気をこういうふうに考えるのか、うん、それとも 前昔何かずもう何十年も前にガムか何か行った時になんか空は曇ってるんだけど生温かい風が吹いて、うん、なんか結構 T シャツ1枚で気持ちいいなと思ったことがあるんですけど、うん、今日の天気をどういう,うに考えれば気持ちよく過ごせるかな。なるほど 今日はね、今東京は雲間から少し日が差してますけどこれからら風が強くなるらしいですよそんなことをどういうふうに考えれば気持ちよく過ごせるのかななんて、うんうん、車の中で思ったらトントントンと車をちょっと慌ただしくノックする人がいて、うんうん、それもあの歩道側じゃない道路側からノックされて。うん 何かと思ってたらなんか40前後の結構人の良さそうな方がニコニコしながら車内を眺めて「何かな?」と思ってあのコンコンって叩くから窓を開けたら「美味しいアップルパイができたんですけど、うん」うん。そうそうんなのあります ちょっと驚いたたしいアップルパイができたんできんすけどお食べになりませんかっていういやなんかねあのなんかなんか車のちょっとのがほ本当にあいそのいいね人がドア開けてあの窓開けて。 急に言われてやからハ <laughs> ッ,、ね、ップルパイ大好きなんだけど、うん、まあそんな急に言われても、うんうん、ちょっと淡くて「うん、あの軽い糖尿なんで」ってことなんですけど <laughs> 正しい答えですねそれははい申し訳ない軽い糖尿なんでって言ったんですけど、えー、まあびっくりしたああもう、まあ、こういう新しいタイプの、うん 営業かなり新しいと思いますね、それ、ブツは見えるんですか、ブは。ブツは車からは見えないんですけど、断った時にに、その車、なんか、あれが前に移動した時に、車斜め前に、やっぱし、なんか、なんか、乗っけて、あれ、なんていうんですか、一輪車のあれに乗っけて、だから、ブツはその中の冷凍したアイスボックスが置いてあって、その中に入ってるらしいんで。 リアカーみたたいいなやつをてじゃ,あリアカーじゃなくてなんか押すタイプのそのアップルパイいかがですかっていう時点ではそのアップルパイがどういう形状でそれかなりきついですよねそ,れはそこで即断するのはね <laughs> いきますとは言えないですよなかなかね。はいはい、あだからで ね、もしもっと会話が進んで、うん、見,え見,見せてもらえますかってまで言ったら、はい、一回出さなくちゃいけないわけで,そ,で、ね、そこまで言ったらなんかすね、うん、一個かいやこのちょっとこれは無理ですねとはなかなか言いにくいですけ、ね、そこまでしたらもう言えない見たかったけど、うん、まあ見,見ないで、うんまあ、ちょっと、まあ、丁寧に断ったんだけど、うん、いやちょっとびっくりしたなと思って。 なかなかでもその断りきれずに買ってしまう人がまあ10代、二十代ぐらいいるのかもしれないですね、そこに止まってる車がいたら。<laughs> まあ、っていうか、その人も、まあ、いかにも、まあ、急だから僕は驚いたんだけど、うん、まあ人の良さそうな40前後の、ねうん、おじさんで、ちょっと、うん、あの中肉中背というか、うんね、そんなんだから、愛想のいい方は<ー>いい方方はなんだけどやっぱりさ、食べてほしいんじゃない、うん すこんな美味しいんだからこれ食べさせてあげないと、うん、不親切だよなぐらいの。車乗ってるか気付いてないから,から、ねうん、せっかくこんな美味しいものがそ,、うん、そばにあるんだから教えてあげなきゃぐらいの親切心ななんじゃないですか、うんはいはい、でねその車が去った後にねあの去った後にああそうかまあこういう商売もあるのか、まあ、まあ売れたらいいなあなんて、うん、ね前の車の人を見たら。 やっぱし前の車の人もこ、うん、ちょっと断ってたみたいな雰囲気があったんだけど <laughs>、うん、まあだからこういう風にしてまあどうなんだろうなと思って、うん、僕はあのいつもあのコンビニでコーヒーを買ってボックスで、まあ、その時も半分ぐらい飲んだかなっていうのが、うん、あのボックスの横に置いてあるんだけど、うん、パッて見たらその中に、うん、のいつも使う。 ジポーの銀色のあのライターが入ってるんだよ。コーヒーカップ中に半分半分半分見えて浮いてるわけですね。そのまあ浮いて浮いてるというかその使ってるわけですね。使ってるわけねえやだなんでえなんでよ何なんでいやわかんないんだけどもうそれを持ってまあだから。 あまり俺びっくりしたからあ断って普通の応対でやり過ごしたんだろうけど多分その前に車止めてたからどっかでタバコ吸おうかなと思ってそれ持ってたんじゃないかな手にそれでそれをんか会話の途中で「あ結構です」とか言ってる間にコーヒーにつけちゃったんだなたら こうヒーロの半分の中に、うんまあ、チポの銀色のライターが浮かんで浮かんほらおびっくりして、うんまあ、びっくりって犯人は一人ですもんね犯人は俺しかいないわけでもうまさかの、ね、おじさんが手 <laughs>、うんまあ、慌てて出して<ー>、まあ、拭いていや人間は何するかちょっと行動がわからないななんて思いながらでもた、ね、たパッと見せた時に、うん、そのアップルパイの形状とかねなんかでかく ここだだわりののとかどさんみたいな情報っていう方が多分だからノックだけでアップルパイああちょうど今日はああ今ちょうど口がアップルパイでっていう人はあんまりいないですもんねでも俺の状況としてはまだ飲みかけのコーヒーもあるしちょうどいい。アップルパイはさ 見えたの結局いや見えない見えない全く一アイスボックスの中なんかボックスの中入ってるそれはね見せながら売った方がいいよね見たらちょっと食べたくないもんね道路側だからね命が道路側だからその一輪車押しながらアップルパイ手に持つのはかなり危険なそうかあの小池都知事みたいにパネルパネルを持ってそこに情報を詰め込んでねそうだねあって 当番昔の駅弁形式でこう徒歩でやるとかね。あ、そうだね。うん。うん、現物見たら、やっぱちょっと食べたくなる、ね。いや、俺、その、なんか。歩道側じゃないのが、ちょっと俺驚いて。道路側だから。すごい広い道路だからね。そうだね。びっくりしちゃったと思って。まあ、でも、いろんな、いろ。まあ、でも。いろんな商売の仕方も。 考えないといけないのかな。と思いや、でも、次来たら、ぜひちょっと、買ってほしいですよね。いや、俺、次来たら、買おうと思ってる。いや、俺ね、冗談抜きで。まあ、その処理は、ちょっと終わった後にね、あの、ちょっと追っかけたんだ、車。であ、本当。気になった。やっぱり、気になったから、まあ、ここにいるに、三四個なら、買おうかな、ぐらいな、まあ。 そのっっっかけけたたたんだどもうすでにそうやってだからもう気になる存在にさせるんじゃないですかまず第1回目で何だったんだろうあれはつってで2回目の時に2回目の時は買うよもしかしたらそういう戦略かもしれないかもしれないし分かんないけどねまたアップルパイっていうねケーキの中で私の好物のものをちゃんと持ってくるなと思うんですね 素晴らしいそうそうそううん。昔うちの親父がねもう前にも話したけどお、うんはい、外でなんかちょっといい気になって帰ってきてた時にはまあ手にアップルパイ下げてたりしたことがあるわけそうだったんですね、まあ、そんなのがイメージの中にあるからね思い出の味ねまあまあそんなんで驚いたなあと思ってまあ驚いたことといえば、うん、まあそれにも驚きましたが昨日の夜の J アラートは 十時四十六分のジェアアラートは皆さんどんな風にお過ごしでしたかああ、私は夜道歩いてましたね。歩いてましたか。うなりましたか。そう。あのそうですね。携帯が震えたという感じで、そんな音はならないかな。はいはい。震えて。うん。見ました。見ました。で、すぐもう家近くだったんで、家帰ったらまあニュース番組が切り替わってたっていう感じでしたけどね。ああ、そうですか。大竹さんどどんなもんだったんですか。俺はね。 俺らこ,この辺ももう年取ってボケてるのかはっきりしないんですけど、うん、あのインディー500をねやってたんですよテレビで<ー>佐藤拓磨の出てる、はあ、<で>車のねはい<成>車のそれをそれ録画だったらしいんですけどそれを見てる途中で、うん、まあ30周ぐらいしたところかなインディー5 30周ぐらいしたときにガバッて画面が切り替わって、うん、まあこの辺が記憶が定かでないん、ね、でそこからもうずっとそれになったのかしかもその情報がその前にあって、うん、その映像がそこに入ってきたのかそれはちょっと定かでないんだけど「うん、あれインディ五500ガバッて変わっちゃって、うん、それであのそのミサイル」 情報になってで今度ミサイルの映像が入ってきて飛んでるところから明らかにこれはなんかオレンジ色の炎に変わったところを見ながらまあインディ500も見れずに寝ちゃったとんかんかだけどなんで昨日の夜の話なのにもう曖昧なねお眠だったすまんすまんあのねお眠。 俺の記憶ではインディー500を見てる時にズバッと情報が入ってきたっていうふうに記憶してんだけど後で計算すると10時46分だからインディー500始まったの11時半以降だから時系列が合わないんだよだからボケたのかなと思って、うん。イ、うんうん、<laughs> インンデディィじじゃゃなないい番組見見ててたたんんの前は何見てたんですか、えー えっとそれはね今日いらっしゃるゲストの本をね、うん、チラ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 苦しくて切ない全ての人たち稲木さんの本ですね、はい、チラ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 あちこち見ながらそんなことをやっててまあだから「インディ500」の時もね、うん、まああの本当にあの普通の無造無造で申し訳ないんだけど、うん、何か画面で緊急なねあの後ろの車がどうにかなりましたみたいな時は 立ってみよううと思うけどそれでの間はまあこの本のね、うん、まあ静かに「いやな,なんといや佐藤拓磨は重要員です」みたいなことを言ってるうちは、うん、まあその情報を聞きながら本を読むというね、うん、まあはだ両方ともうまく頭に入ってこないような。でもインディー500を見ながらその本を読んでたっていう記憶はあるけどその「インディー500」は11時半から放送だったってことですよね。 そうすると、その1時間近く前に J アラートが出ているときには、何をしてたんでしょうね。ねん。そこがちょっとね、記憶がすごく高げない。きっと本読みながら、やっぱりテレビ見てたのよ、本読みながら、多分見てたの何か。九時、9時からは NHK のニュース見てたから、9時からはその記憶があるんです時から記憶ある空白のね、1十時代、10時代が。 はいなんかねちょっとボケてるっていうかね申し訳ないっていうかねしょうがないねないんだから記憶に記憶にないはい小島さんは寝てたマジね昨日ね明け方までなんか原稿書いてで昼間なんかいろんなことやってたら夜ご飯食べた後気絶したの気絶した眠くてはい机に突っ伏してだからえって起きた 時には、なんか、テレビで J アラートのニュースやってて、携帯見たら、なんか、確かに来てるとかもって、私、よっぽど気絶してたんだわ。全く、これ、音で起きなかったんだわって思った。その気絶したように寝るのは、いつものことなの？そうじゃなくて、最近、そうね、最近ね、良くないのよ、私、水平になって寝ようって思うんだけど。 水平に,っ水平に、ね、うっぷして寝るのそうだからね机に突っ伏して寝ちゃってさ、うん、そうなのここ数日ずっとそうでね、うん、よくないわと思ってで,でも昨日とか全く記憶ないわよだから。 ご飯食べ終わったなずっぷしで寝る時間も長いってことですよねちょっとじゃないと思うよねそうなの私指にねあんたどんぐらい寝てるかっていうのを計測してねスマホに計測あの報告してくれるさ指をつけてんだけどこれ見るとね意外とよく寝てるのよ質のいい隅が取れててずっぷしで気持ちいい寝方なんですねそうなのでも私ずっとそうやって寝てりゃいいじゃないそうよねベッドいらないじゃんそうするとほらエコノミー症候群とか良くないからさ でもそんぐらい全く気づかないうちにだからもしあれでね、まあ、着弾してたら私、まあ、何にもわからないままなんか命が絶えてたのかしら、まあ。まあ、まああね まあね、すぐ首都着弾とかテレビのニュースでは何かこうこの警報は沖縄地方のね,うでうねあれで沖縄地方といったって、うん、パックスリーの映像とかねちらちら出てて、うん、迎撃するだから俺思ったのはこう、うん、日常じゃんここにある、はい、もう普通の日常突っ伏して寝るような、うん、そこになんか遠い情報でまたこの情報が。 まあ俺たち少しもう慣れてるじゃん、うん、北朝鮮のこの情報に慣れてるじゃん。うんうん、で緊,緊急なんとかって言ってる割には、うん、なんかこう日常の方,方がなんかなんか強くこうま,またかあ感っていうか。うん、だんだんね何、ね、かその。 生活の一部みたいになっちゃうのは、よくない。特にまあ、今回、うん、あの発射予告が、まあ、出てて、この期間に、まあ、一応こう。 技術は弾道ミサイルですけど、まあロケットを飛ばしますよっていう予告がある中でっていうのもそうですね。ありましたしね。あ私だと昨日ね、死ぬほど偏頭痛が痛かったんだな。偏頭痛が痛かった。偏頭痛。大丈夫ですか皆さん？多分このさあ、台風のせいだと思うの。もうだからそうそう偏頭痛で苦しい時って世の中のあらゆる出来事より偏頭痛の方が重大事件なんだああ、なるほどね。 あ、ガムトーンの天気だと思えば。ちょっと気圧が低かったですよ。今日夜ね、いそうでしょうね。その普通に生きてても、いろんなことが。大変ですね。本当に。大変だよね。日常力ってのは強いね。アップルパイが売れに来るはもう、大変だよね。日常生きるの結構大変だね。こう考えると。週末、あの熊本で、書店でイベントがあったんですけど。お客さんの何人かから、まあ、ゴールデンラジオ聞いてらっしゃる方が。いてとにかく。 大竹まこさんにいつまでもお元気でとお伝えくださいという風に言われたんで今お伝えしましたけどね。いつまでも元気でという風に。にまあ普通に聞いてるけどいつまでもお元気でいるわけじゃないから。いやいやいやそれはね。挨拶した心配してのかもしれない。ありがとうございます。沖え沖縄熊本熊本。聞いてない。ジアラートだ頭こんがらががって。 そうやってその佐藤卓磨とずれたんですよね今ね。ずれた、ずれたかもしれない。小前の話と数人たちと佐藤卓馬が a p p 俺の中でもう確実なことは一つもない。あ、なんかかっこいい格言みたいな言い方してる。確実なことは一つもない。まあこ、まあ俺の中でつって言うかもっと大きく言えばだよ人生でだ。確実なね何時何分何が起きてそれみたいなことは。 なんか確実なことってありますか、こう。逆に確実だと思ってるだけですよね。持ってるだけでしょ。あそうね。もうだってさ。中学高校の同級生と会った時に。うん。あん時あんたあんなこと言ってたわねって言われて覚えて試し。一回もない。一回もないよ。であとさ、あん時ああだったよねって記憶を照らし合わせると。まあ。全部違う。 ね、全部違う,全部違うみんな違うのよだから見てるものとか記憶がさ、うん、そどこにその客観的事実なんていうのがあるのさ生まれたっていうのと死ぬっていうこと以外ないよね。 あ,あその話は今日この後苦しくせ切ないすべての人たちへという、うんえー、ゲストの方のお話のコーナーにこの話が続いていくんだろうなと思います。そうで、ね、南実紀哉さんがいらっしゃいますから。はい、ケータロクはい。うん、今日も毎日新聞からですね。稲田氏も税優遇疑い自民紙に202万円寄付とあります。はいうん、えー、昨日は自民党の関係一郎議員がまあ一部こう裏金を含むお金を 自分の個人名義で自分の政党支部に寄付することによって、うん、まあ所得税の還付を受けていたという記事の段階では疑いだったんですけれども、うんまあ、昨日記者会見をしてそれを認めたんですけど今日の一年は稲田氏も、まあ、税優遇疑いと、はいえー、自民党派閥の政治資金パーティー裏金試験で安倍派からキックバックを受けていた稲田智美幹事長代理が2020年から22年計202万円を自らが代表を務める党支部に寄付し 所得税の一部を控除される税優遇を受けた疑いがあることが判明したと、うん、え毎日新聞は稲田氏に対し実際に控除を受けたかや派閥からの還流分が寄付の原資になったかを尋ねたが回答はなかったとあります。でそのの関係しです、ね、税優遇を認めるという、はい、まあ同じ毎日新聞記事なんですが、はい 自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件に絡んで関家一郎元副復興大臣が27日国会内で記者会見して2018年から21年に安倍派からのキックバックされた合計1289万円を原資に自身が代表を務めていた党支部に寄付し所得税の一部を控除される税優遇を受けたことを認めました。うん、関係者はは会見で寄付の名義が違ったことは重く 受け止め反省するが個人名義で寄付しなければ裏金になるのでそうせざるを得なかったと主張派閥が記載するなという違法な会計処理をしてきたことが問題だとも語ったとあります持ってたら自分で持ってたらこれはね、うん、まずいからと思うじゃどうしたらいいかと思ったらじゃあ寄付しちゃえと、うん、寄付しちゃえばいいんじゃないかと、うん、でそれでも支部だけど自分のね,分のね、うん、団体に寄付だけど、うん、そうすると寄付してあの後に還付金が。 だそこまではちょっとどうしようっていうのはなかったっていうねえ、うん、まあどこまでがこう本当なのかというところもね、うん、ありますけどね、うんはい、記者会見ではきの昨日こう関係者は答えています。 そして自民党派閥の裏金事件の、まあ、政治改革規制法改正案の、まあ、話が進んでるんですけど、うん、えー、昨日のま衆議院政治改革特別委員会、うんえー、4人の参考人が政治資金規制法改正について意見を述べました、はい、まあ各党がまあ推薦して、まあ、大学教授の方がいろんな意見を述べるという、うん、ま参考人なんですけど、うんえー、立憲が 推薦した駿河大,大学ののの成田さんですすね、うん、企業献金の規制最高の時期とあります公的資金の投入先で世界に比べて突出して日本はあの道路が多いんだと自民党への献金が最も多いのも建設業界である教育に資源配分がなされてこなかったのは教育業界からの献金が少なかったことも背景にあるように思う企業献金の規制を再考する時期だと。 えー、そして維新の会が推薦した、えー、平野貞夫元参議院議員ですね政策立法へ問題の本質究明重要と、えー、自民党の裏金問題は国会議員80人以上が関わった集団犯罪の疑いが持たれている問題の本質を究明しなければ本格的な政策立法に向けた体制は作れない中途半端な状況で適切な立法ができるのかという問題があると。まあ、現状のこのこ本質ちゃんと理解しなければ ちゃんと解明しなければちゃんと立法はできないんじゃないかといことですね、うんはい、えー、そして次が、えー、都知事選ですこちら朝日新聞蓮舫氏都知事選出馬表明都政をリセットとあります、えー、自民党政治の延命に手を貸す小池都政にリセットまあ昨日記者会見で述べた言葉なんですが えー、小池百合子都知事の政策に関してこの、まあ、蓮舫さんのコメントですが初当選時の7つのゼロ公約はどこへ行ったのか介護離職、残業、都電の電柱、玉格差満員電車などゼロになっていないと批判とすべ、えー、ての18歳以下の子につき5000を支給する子育て支援策 えー、0。18サポートになどについて、選挙の年にもお金を支給すると述べ、こうした予算の見直しを通じて、格差是正や教育の充実を進めたい考えを示したとあります。で、今日、中島たけしさんが三次台、まあ、この都知事選に絡めて、神宮外縁問題についてお話ししてくださいます。でこれに。に スポーツなんですが見出し、うんえー、蓮舫さんも出馬表明をしたんですが過去最多立候補見込みとあります、うんえー、今回の都知事選は過去最多だった前回の22人を上回る立候補者が見込まれる蓮舫氏のほか今月17日には SNS で話題の広島県秋高田市の石丸真嗣市長が出馬表明 NHK から国民を守る党は新人13人の出馬を発表し最終的に30人の擁立を目指す方針だ こういうことも書いてあります。はい えー、そして入管法の改正案、ですねこれ毎日の社説なんですが外国人の権利を守れるのか、うんえー、問題の多い技能実習制度に代わって人材確保を前面に出した育成就労制度を創設する入管法などの改正案が衆議院を通過して参議院での審議が始まった人手不足の中外国人労働者の受け入れ拡大につなげるのが狙いだ、うんえー、新制度ではキャリアアップしながら長く働きやすくするしかし、看過できないのは永住資格の取り扱いを厳格化する規定が設けられる られたことだ、えー、従来資格を失うのは不正な手段で許可を得た時などに限られていたが改正案では税金や社会保険料を納めない場合法務大臣が永住許可を取り消せるようになると、えー、この規定は技能実習制度の見直しを検討した有識者会議では議題に上がらなかったが自民党の提言を受ける形で盛り込まれたとあります。はい、まあ実際こう病気ににななっっったたり、まあ、急に職を失ってししま場場合合いも そうなってしまうのか、うん、まあ外国人にまあ不安の声も上がっていると思いますね。はい、ええー、そしてこちらもあ 朝日新聞の一面でしたけど、うんえー、長崎県の大村市ですね。事実婚の表記表明、うんうん、同性カップル住民票に夫見届けとあります、えー。長崎県の大村市が今月2日、市内の男性同性カップルに対して続き柄欄に夫見届けと記載した住民票を交付したことが分かった。これは男女間の事実婚として利用されていた表記を同性カップルにも適用した。うんえー、当事者は同性婚の同性間の事実婚が行政上の書類 認められた意義は大きいいとと話してる実際、事実婚と同じような形で、まあ、書類には記載されたということですね、はいまあ、今後、はいえー、専門家のコメントとして、うん、事実婚の異性カップルと同様の権利が得られるかは未知数だが、同様の法的保障を受けるための第一歩になるかもしれないと話しています。はいうん、でこちらも見出しだけ、うん、イギリスのスナク市長ですね、うんえー、兵役を検討、18歳対象、7月総選挙、勝てばとあります。うん えー、この兵役18歳の国民を対象に12ヶ月の兵役の導入を検討するとスナク首相が表明しました、うんえー、強制的な徴兵制ではなく兵役はあくまで複数の選択肢の一つで警察や消防、医療機関での社会奉仕活動も選べるとあります。以上ですね さんはどこが気になりましたか、まあ、昨日、関係議員の税優遇の話、はいうん、そして今日、また稲田朋美氏が出てきて関係議員はまあこれは税理士がやっていたというような話をして稲田さんも今回のことは派閥からの官流分が寄付の原資になったか尋ねても回答がないというこの自民党と金の問題だっ,ったらもう。 昨年末ですからね半年ぐらいずっとやり続けていてこういった何かスクープ記事とか報道を受けてようやく分かってそれに対して「あ分かっちゃいましたか実はそれはですね私知らなかったことなんですよ」っていうことを。 ずっとと繰り返していると昨日もお伝えしたときに関係さんだけじゃないのこのまた広いんじゃないのかって話したらまた今日稲田さんですからね。つまりこれは全体像がまだ全く分かってないてと、うん、そういうことだし、うん、それ個々人が率先して実はこうでしたっていうことを言おうとしてないっていうことこれずっと半年続いてるんでこの先ほど紹介して,てた、うん、あ昨日の、ね、衆院の特別委員会での参考人質疑の中で。 まあ、とにかくそのまだ本質の究明まだですよとか、うん、この全体像分かってないのにそういった制、うん、度を変えようなんてことはおかしいんじゃないですかっていうような、はい、あの言葉が出てたようですけれども、うん、それは当然なんですよね。僕ずっと何度も繰り返してますけど、うん、まだ何が起きてるか分かってもないのに、うんうん、なんで次のステップに進もうとしてるのかっていうことがこの2日間の、まあ、こういった。 これまでの,、ね、あの流れから比べると、うん、もしかしたらプラスアルファ的なことかもしれないですけど、うん、新たに出てきているということ自体がうん、うん、まだそういうところに、うん、少なくとも自民党がこういうふうにしますと言えるう段階ではないと思います、ねうんうんまあ、逆に言えばこのたびに自民党が評判を落としていくということにもなりますよねもうちょっと当然そうですよね。うんうんうん ははい、えー、小島さんはどここかか気になるとろありましたか、うん、そうですね、うん、入管法の改正案とあと先ほどの同性カップルの話ですけど、うん、まあちょっと簡単に入管法の改正案でいうと、うん、もうこれはいろんな方もおっしゃってますけれども、うん、あのつまり働き手が足りないから働いてもらうのは助かるんだけどあの仲間には混ぜたくないからね っってていう制度のととこころに誰が来るんだですよ同じ人間としてそこで働きながら幸せになるために生きるわけですからそういう環境をちゃんと整えましょうっていうところにだったらそうですよ来てくれますけどいやいや手伝ってくれたらいいけど仲間にも入れたくないし同じ扱いなんてするわけないでしょって言ってそれでね入管の施設に入ったら人間扱いされないみたいなところに一誰が来るん がくるんですか。はい、ということを、あの、まあ、強く改めて思いましたね。うん、それから。<っ>どう、あ、うる、はい、さいね。はい、はい、はい、よろしいですか。はい、いいですか。<laughs> はい。さあ、はい、今日も始めましょう。はい。